前ライブの冒頭で図書館で本を借りたら、はい、生き地獄脱出法っていう、はい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 、本を借りてた、はい、そのレシートみたいな、うん、利用明細なのかファラって落ちてきて、うん、その人大丈夫かっていう話をしたところ、うんうん、隊長がお前も読めって言ったじゃない読んでみたらっていう話ですよね。そうですね、うん、お前読めって言われたので、はい、入手しました、はい、じゃんこれ生き地獄脱出法、はい、ネタになるかもしれないって自己啓発に関しては、うん、この本が最高峰これよう言いますよねこれ、はいはい、偉人28名が実践って書いてあるんです、はい、よう言うなと思って、はい、ただこれ、パッて手に取った瞬間に、はい、一流の男は決断して行動、はい、二流の男は判断して停滞って書いてあって、うんうん、表紙に、はい、あもうこの瞬間に、はい、我が意を得たりだったんですよ、はい、あもう僕よく言うじゃないですか、はい、あのユーミンの歌で、はい、小さい頃はって神様がいてって、はい、サビが目に映る全てのものはみたいな、はい、メッセージっていう、はい、要は世に映る、はい、目に映る全てのものがメッセージなんだそのままじゃないですかでもう答えにあふれてるんですよ、はい、で僕はその時相当ちょっと迷うことがあって、はいはい、どうしようかなやろうかな、はい、やらない方がいいかな、はい、まあ、どうせ受けないし、はい、やらない方がいいや、うん、って思ってたことがあるんですけど、はい、見た瞬間にあ俺は二流だったと、はい、二流の男は判断してやめるんだと、うん、やれって言ってるじゃんって思って、うん、やる決断をしたのとそれと同時に、まあ、私職業が、はい、広告の制作会社でディレクターを兼、まあ、たまにコピーを書いたりするんですけど、はい、ちょうどあの、まあ、コピーの勉強しようと思って、うん、こちら、全米は泣かないっていう、うん、お笑いトリオのグランジという方ご存知ですか？わかんないです。トリオの中に五名拓也さんっていう方がいらっしゃって、はい、その方はあのお笑い芸人なんですが、まあ、あの CM 作ってみないっていうので CM のコピーライターとして、はい、TCC の、賞を取った人がいろんなコピーライターの偉人に、はい、偉人というか、まあ、有名なコピーライターとか、うん、制作の方に会いに行って極意を聞くみたいな、うん、話の本を読んでいたところ、ですね、博報堂の福部明宏さんというコピーライター、カロリーメイトの CM で、届け熱量とか、はい、見せてやれ底力、うん、うまいね。それは小さな栄養士。あ、これいい。ビタミン炭酸マッチで、青春がないのも青春だ。はい。いいコピーだね。このコピーを作った人に話を聞きに行く中で、はい、うん、この福部明宏さんが煮詰まった問題ってあるじゃないですか、はい、自分の中で煮詰まった、あ、正しい意味で言うと、はい、なんかうまく出ない、うん、なんかモヤモヤってしてるけど、はい、どうしようみたいなものがあったらどうするかっていう中で、うん、この人が言うには一回うんことして出すっていう表現をしてるんですけど、はい、つまんなくてもいいから一回とにかく形にして見るっていうのを言ってて、はい、あ、なんかこの一流の男は決断して、はい、で二流の男は判断して停滞っていうのと、うん、いや、つまんなくてもいいからとりあえず出す、はい、あ、なんか同じこと言ってると思って、はい、もう全部なんか俺に言ってるじゃんすべてのものがずっとやれやれって言ってるなとか思いながら、うん、ちょうどこの生き地獄脱出法って、はい、この本読んだんですけど、はい、これ結局偉人28名が実践って言いながら、うん、読んでみると、例えばあのビートたけしとか矢沢永吉とかが、はい、その多分いろんな本、過去に出してた本とかで、うん、まあ、インタビューとかでなんかいいこと言うじゃないですか、はい、でなんかそれの何て言うんだろう、ダイジェスト版みたいな、はい、矢沢さんがこういうとこに会った時に、はいはいはい、こういう目にあった時にこういうことやったよとか、うんうんうん、っていうのが、例えばそのガッツ石松とか、はい、本田宗一郎がとか、はい、北野武がとか、はい、青木功がとか、うん、
清水の次郎長がみたいな人がこういう対処をしましたよ、はい、どん底の時にこういうことをやったよっていう本で、うん、あ、それで生き地獄脱出法っていうタイトルをつけるのかと、はい、ちょっと騙された感があって、うん、僕が知りたいのは、はい、脱出するための、はい、君は君がやるべきことが3つあるんだ、はい、まずこれ、はい、これこれっていう答えが知りたいんだと、うん、まあでもこれもある意味答えなんじゃないですかって気づくんですよ、はい、読んでるうちに、はい、なんかみんな結局、はい、やってるなって、はい、みんなやるんですね、とりあえず行動、とりあえず、はいはいはい、とりあえずね動くみたいな、はい、で、あの、動かなくといい、動かなくていい時は動かないみたいな、うん、風車風が吹くまで昼寝かな、うん、広田光輝ですね、はい、これはあの第二次世界大戦で、はい、文官で最後まで戦争反対って言ったんですけど、はい、永久戦犯として挙げられ、はい、みんながしなくていいんじゃないっていう中で、はい、でも死刑ってなって、うん、それを受けるっていう人だとか、うん、はい、でもなんかこれ読んでるとですね、なんかまあそのいいところは太字になってたりして、はい、安藤桃福、カップラーメン作った人ですね、うん、人生に遅すぎるということはない、うん、50歳でも60歳からでも新しい出発はあるとかっていうのが、はい、太文字になっていてですね、はい、ああなんかまあそういう本かとかって思いながら、でも結局はまあ、はい、まあやってみろなんだねと、うん、松下幸之助が言うんですよ、はい、相手が悪いと思っているうちはどんなに議論しても解決しない、はい、これはもうあの秋高田氏に対して言ってますよね、はい、お互いですよ、これはもう、まあ、お互いですよ、お互いですよ、はい、相手が悪いと思っているうちは解決しないとか、うん、っていう本でしたね、はい、でもこれが面白かったのがね、あのガッツ石松さんですよ、はい、油断して失敗した時、はい、っていうのであるんですけど、ガッツ石松が言うんですよ、私の将棋は王将を取られてからが強いんですいやもう負けてますからってはい、はい、なんですけど、はい、ガッツさんが言うとなんかあーって思うんですね、うんうん、王将を取られてからが強いんです、はい、そっからやってもいいっていうことなんですよ、まあ、負けても大丈夫負けても大丈夫そこから勝てばいいんだろうって、うんうんうん、いうふうに受け取れば、うん、まあ、何でもあり考えると、はい、結局はなんかみんな動けって言ってるねっていう、うん、まあ、この返信でもいただくんですよね、はい、コメントでも、あの昔悪口言われて、うん、あいつ変わってるよなって言われてから、はい、ちょっと人が怖くなった、はい、みたいなコメントを聞くと、はい、あ、確かに僕も中学校の時に、うん、あの女子に、はい、今のキショイって言われて、はい、頭言っちゃいましたね、はい、やっぱキショイはね、はい、中学校2年生ぐらいの時はやっぱ聞くんですよね、はい、キショイキモイは、はい、で、あ、言われたな俺とかって思いながら、うん、でもなんかなんで生きてるんでしょうね普通に学校行ってたし、はい、落ち込んでたはずなんですけどね、はい、まあ、で、まあ、いただき、はい、その子は動けないって言うんですよね、はい、人の目が気になって、はい、どうしますそんな子に、どうしますかけてあげる言葉、わからないですよ、体調の娘だったとしたら、はい、動かない、まあいいんじゃないですか、家にいろよって、いれ好きなようにしたらいいんじゃないですか、家にいたいなら家にいたらいいし、動かないと動きたくないってことですよね、そんなこ、あ、まあそうですね、はい、はい、本当にこう縛られて動けないわけじゃない、自主的に動かない、動かないっていう決断じゃないですか、はい、まあ、そうやって言われるのが嫌だから動かないって決断ですよね、そうですね、はい、体調と話すとね、はい、体調ちゃんと寄り添えてますか娘さんとかと、まあ、これね、はい、最近僕思うんですけど、はい、あの、昨日上げた動画で、はい、社会は地獄か、はい、大人は諦めた人間か、はい、みたいなやつを上げたんですけど、はい、要は僕はなんか結構悩むし、人の目が気になってくよくよするし、はい、うじうじするし、はい、うん、でもこんなんじゃいけないって、なんかあの昭和の漫画みたいな、はい、悲劇のヒロインみたいなやり方で立ち直って、はい、うん、
僕頑張るみたいなことやるんですけど、はい、で僕が、まあ、この動画を撮るきっかけにもなったんですけど、隊長と話をこういう話をするじゃないですか、はい、なんかこんなことありまして、うん、どう思いますってやると、うん、隊長はそう言って言うわけじゃないですか、はい、それ選択ですよねとか、はい、やりたくてやってますよねとか、はい、で、うん、あどうぞ、まあ、僕的にはだからやりたくてやってるんでしょっていうのを知る必要があるんじゃないかなって話です。で僕がこうやって話し合っていて、はい、なんか僕が変なのかなって思って、はい、僕の中では変わった人間がいますよねっていうので動画を始めてるんですけど、はい、僕の方が主流派だと思うんですね、まあ、悩むし、はい、落ち込むし、はい、でもなんか人とつながりたくないけどつながりたい時もあるやんみたいな。それはありますよ僕も。悩むしで、はい、悩むレベルの問題ですよねそんな死ぬほど悩まないわけじゃないですか。寝れなくなるとか。寝れなくなるはもう仕事で寝れないだけですか。いや寝れなくなるもありますよ。過去を振り返れば一度や二度ぐらいは。あ、あるんですか。ありますよ。それぐらいしましたはあるけど、そんな頻繁にはないですよ。いや僕も頻繁にはないですよ、うん、でこの心の問題です。この間動画を見てて、岡田敏夫さんの動画を見てて、はいはい、心っていうのはみんなこう頭の中の出来事だと思ってるけど違うんだっていう、はい、もう全部体全部だから、悩んだら飯食って寝るっていうのが一番みたいな。まああったかくしてね、はいはい、快適にして、ね、でやっぱり体が不快だと精神がこう落ち込むみたいなのは絶対あって、はい、でこう女性の人っていうか女性とかだと月に1回イライラする日があるわけじゃないですか、はい、ああいうのもホルモンバランスが体が崩れるだけでそうやってイライラしたりするんだから、人間はこうちゃんと寝てちゃんとご飯食べないとダメだみたいな。だからまずそこから改善していこうみたいな。これがね、はい、SP なんですよ、はい、これが今日、はい、紹介する、はい、SP タイプでございます、はい、あでさっきの話の続きでいくと、はい、もしか今地獄行き、はい、まあ正式に本のタイトルはすいません、生き地獄脱出法なんですけど、生き地獄だと思ってる人がいるんだとすると、うん、なんて僕は声をかけるんだろう。だから食って寝ろじゃないですか。違うな、NF 的には違うな。食って寝ろですよ。大丈夫だよ。まず心を整えましょう。あ、それは合ってます。で、そこのためには前提としてちゃんと食べてちゃんと寝ることが重要。だから本当に空腹で死にそうなぐらいフラフラので寝不足な状態でいくらこう心を整えようとしても整いませんよって話なんですよ。そっかね、はい、僕が話すよって言っても、まあ、僕と話して不快になることもあるでしょうしね。はい、申し訳ございません、はい、ちょっと出直します。はい、でもまあ、あのとりあえず、はい、なんかモヤモヤしてみるんだったら、はい、頭の中で判断せずに、うん、一回やってみるのが正解だと思いますよっていう。はいはい、まあ、答えが分かりますからね。やれば分かります、はい、でそれが楽しければ続ければいいですしね、はい。